片町スクランブルナイト昼の片町パート2でーす。よろしくお願いします。さあ、続いては金沢生まれの素敵なアクセサリーを取り扱うコレットギフト金沢本店から、店長の船木かな子さんお迎えしました。よろしくお願いします。さあ、素敵なアクセサリーを取り扱うお店コレットギフトさんですね、初めて聞くお名前なんですけども、はい、オープンというのはいつ頃なんですか？はい、今月の11月1日にオープンしました。今月、はい、片町にオープンしたばかりのお店なんですね。はい、場所はどちらにあるんですか？場所は片町商店街の角にありまして、ちょうど109さんのお隣にあります。はいですね。今月オープンしたばかりということですが、はい、お店の様子などいかがですか？はい、そうですね。やっぱりお店、香林坊も近いですし、やっぱり土日は地元の方以外でもご旅行に来られているお客様とかも、入っていただくので、すごく賑やかな感じです。はい。今回金沢の片町にお店を出そうと思われたきっかけは何だったんでしょうか？はい、実はうちのデザイナーが、金沢出身でして、で今までは名古屋と神戸にお店があるんですけれども、はい、いつかはデザイナーの地元に出したいということで、今回ようやく金沢本店ということでオープンしました。そうですか。はい、金沢出身のデザイナーさんと。そうなんです。どのような方なんですか？30代半ばの、すごくお肌の白い優しい方です。雰囲気がこう優しい柔らかい女性像が今、私の頭の中に浮かんでおります。はい。その方がデザインしているアクセサリーということで、何でしょう、金沢ならではのこだわりなどもあるんですか？そうですね。金沢は金箔ですとか、あとは加賀友禅ですとか、そういった手工芸がすごく盛んということがありまして、その金箔をイメージしてゴールドを使ってお作りしてます。はい。今日船木さんがつけていらっしゃるネックレス、ピアス、そして指輪もすごく素敵で、こちらもはいお店の商品となんですね。じゃあちょっとネックレスからご紹介していただいてもよろしいですか？はい、まず胸元のキラキラと輝くこの小さなワンポイントが可愛いですね。ありがとうございます。こちらが今年のクリスマスの限定のネックレスになってまして、はい、この馬蹄のモチーフになってるんですけれども、馬のホースシューになってまして、でここの部分がちょっと取り外しができまして、はい、で中の一粒のダイヤだけでシンプルに使うこともできる、ちょっと 2way のタイプのネックレスになってます。中心にダイヤがあってそうですね、そしてホースシューの形をしたアクセサリーと、はい、取り外してダイヤだけのシンプルなネックレスにすることもできるんですね。ゴールドって肌なじみがいいんですね。はいねえ、素敵。でこちらはロングネックレス、キラキラと輝いています。じゃあどんな特徴がありますかね。こちらはそうですね。ちょっと板状のチェーンの部分とちょっとねじったタイプのチェーンが組み合わさっていまして、はいはい、結構繊細なんですけれども、割とキラキラと輝きのあるボリュームのあるネックレスになります。板状のものとねじれてる部分が交互になってるから、ちょっと立体感があるというか、ね、単調に見えないんですね。すごく細かいところにこだわって作っていらっしゃるんですね。はい、そして指輪もすごく素敵なんです。はい、キラキラとすごく繊細なね、華奢な結構細いアクセサリーですね。このはい。赤ですとかピンクですとか黄色とかいろんな色が入っている指輪が気になります。こちら、はい、これも今コレットギフトで一押しのリングなんですけれども、ね、はい、真ん中のこの赤いお石がルビー使ってまして、でちょっとこうレインボーカラーの7色の色を使った、はい、カラフルなリングです。へー、かわいい。なんか一つあるだけでも華やぎますが、こうたくさんこう、はい、重ね付けするというのも。はい、おしゃれなワンポイントなんですか？そうですね、結構、一本一本が細いので、まあ、十分一本でもいいんですけど、こう重ねるとまたさらにこう楽しみが増えますので、なんかこう日によって組み合わせを変えたりして楽しんでます。そうなんですね。はい。ふたんきさんは何種類ぐらいアクセサリーをご自分にお持ちなんですか？もうでも数えきれないぐらい増えました。アクセサリーの収納とかってどんな風にされてるんですか？そうですね。ジャンルに分けたりとか。はい、ネックレスはネックレスで、ケースに入れてまして、まあリングもこういうリングのトレイがあるので、それに一個一個コレクションのように入れてます。じゃあ毎日つけられるアクセサリーは変わるんですね。そうですね。変わります。じゃあちなみに今日はどんな気分でアクセサリーを選ばれたんですか？今日はそうですね、やっぱりまあクリスマスも近いということで、こういうこととこの限定のものをつけて、自分の気分もちょっと高めようかなと思いました。女性はその限定ものですとか、なんかこう意味を持って、アクセサリーですとか服を身につけると気分って違いますよね。すごくわかります。それだけで違うので、勝負下着じゃないですけど、なんかやっぱりこう思いを持って身につけるって大切ですよね。大切だと思います。じゃあお店には、そういったなんかこう限定のアイテムですとか、なんかこうお気に入りのアイテムを求めて、お店に来られる方も多いんでしょうね。はい。あとはゴールドと一緒にうちは天然石を組み合わせてるジュエリーを扱ってますので、いろんな石ですとかいろんな色がありますので、なんかそういったのもこう見ていただけたらなと思います。はい。同じデザインでもまた石によって、そうですね。またこう違う雰囲気がありますので。さあ、そしてですね、そんな、船木さんおすすめのアイテムも今日はお持ちいただいてまして、こちらにあるんですけども、ずずずっと寄っていただいて、こちらは指輪ですね。はい、キラキラと輝いておりますが、じゃあまずは、こちらは、はい、こちらがおすすめのエンゲージリングになりまして、はい、ちょっとこう四角いダイヤを、あ、本当だ、正方形の形をしている。そうなんです。ちょっとこう珍しい本当ですね、ダイヤをセッティングしてまして、でまたこの周りにも小さなダイヤを使ってまして、シンプルなんですけれども、上品なエレガントなリングになってます。なんか幸せオーラをまとったような、キラキラと輝く婚約指輪です。綺麗ですね。こうおいくらぐらいなんですか？こちらで25万に消費税になります。大切な贈り物としてはぴったりですね。そうですね。はい。そしてそのお隣にありますのが、こちらは結婚指輪でしょうか？そうですね。マリッジリングになります。はい。はい。こちらもすごく男性用と女性用で。色が違うんですね。はい、色が違うんですけれども、同じお色にすることもできますし、はい、オーダーメイドでお作りすることもできますので、はい、お客様のご希望に沿ってお作りしてます。マリッジリングの今の流行とかってあるんですか？今は結構男性も女性もちょっとこうツヤのない。マットなデザインを選ばれる方は最近ちょっと多いかなと思います。はい。さあ、そして今ご覧いただいていますこの指輪が収められているケースなんですけども、こちらもお店のケースなんですか？こちらは実はちょっとレイアウト用のお箱でして、実際はお店では切り箱に置いてしてまして、それもこだわりですか？あ、そうなんです、はい、その金沢の手工芸にちなんで、切り箱に入れてまして、まあ、その切り箱というのは昔からお着物ですとか、こう大事なものを入れる時に使われるということで、まあ、こうデザイナーの思いがですね、まあ、アクセサリーも同じように長く大切に使っていただきたいという思いを込めまして切り箱にお入れしてます。その指輪やアクセサリーを入れる箱にも金沢らしさを大切にしているということなんですね。いや、これ本当にこれからの季節の贈り物にぴったりですね。地元の方はもちろん、ね、県外の方ですとか、ね、金沢にいろんな思いが、ある方の贈り物にもいいんじゃないでしょうか。実際にもうそういったオーダーなども入ってきてるんですか？いろいろと、まあ、今月のオープンということですが。そうですね、はい、実際にエンゲージとマリッジの、ご注文もいただきましたし、はい、いろんなオーダーもいただいております。幸せのお手伝いもそうですね、はい、一生に一度のそういったことに携わることができて嬉しいです。素敵なお仕事ですね。いや、次回はぜひそのデザイナーさんにもね、お会いしてお話を、はい、聞きたくなりました。はい、今月オープンしたばかりのコレットギフト金沢本店さん、お店の営業時間などをまた教えていただけますか？はい、11時半から夜7時までの、7時半までですね。夜7時半まで営業されていると。定休日などはありますか？水曜日が定休日になります。ちなみにもうすぐ12月ですけども、12月に向けて、セール予定ですとか、何かキャンペーンを行う予定などは何かありますか？そうですね、まあ、セールなどはいつもやってませんでして、クリスマスも近いので、限定商品ですとか、本当にもうクリスマス時期にしかないアイテムなどもありますので、ぜひ遊びに来ていただけたらと思います。はい、この時期ならではのアイテムもぜひチェックしていただきたいと思います。はい、さあ、ではそろそろ、お時間になりますので、最後に、番組をご覧の皆さんに、メッセージを、今と重複するところもあるかと思うんですけども、ぜひカメラ目線で皆さんにメッセージをお願いします。はい、そうですね。今月の11月1日にオープンいたしましたコレットギフトです。商品としましては10金18金のお取り扱いがあり、シンプルなゴールドの、ネックレスですとかピアスなどがありますので、ぜひお近くの際は遊びに来てください。金沢出身のデザイナーさんが心を込めて作っている、とっても繊細で美しいアクセサリーが並んでいるお店です。ぜひ足を運んでみてください。この時間はコレットギフト金沢本店から店長の船木加奈子さんをお迎えしてお送りしました。船木さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。